三幡山古墳、全長180メートル、ちょっと登ってみましょうかね。ここはね、三重県でね、ナンバーワンでございますからね、大きさが。もうずいぶん前からね、ここに来る予定だったんやけどね、まあね、航空写真ではね、あんまりよく見えないんだけどね、ここにもともと豪雨があったみたいですけどね、ここね、ここ上がってみましょう。墳丘が180メートルぐらいあるということでね、中入れるんですよ、ここ。ちょっと古いな、これも古いな。もう全然見えへんな、こりゃ。はい、ここに碑石ね。これ国の碑石になってますんでね。まあそこそこね、大きいんですけどね。三重県では一番大きいんですよ、これ。2、3週間前はね、宝塚ここにも行ったんだけどね、あれは松坂でしたけど、ここは綺麗にね、ちゃんとされてましたけど、ここはね、そのままですわ、ほとんどね。あれどう、こうか。周りから入れないからな、中入ったことかな、これ。中には入れませんね、これ。横は歩けるけど。おお。ここだいぶうろうろしたんだけどね、何にも、説明の看板がないもんでね。こんなん？これわからんな、これは。こうか、ここですね。こちら公園運動です、これね。もう丸くなってるね。入れます、なんか。上も流れるかね。おお、これ綺麗に形残ってますわ、ね。こんな感じやからね、本当は。さっきどこ行ったんかな。さっきね、午前中行ったとこあるんだけど。どこ行ったっけ、あれは、桜井ですかね。桜井のあれちょっとね、形がちょっとおかしかったね。墳丘の上の形がね。もうずっと回せるんですよ、これ。これほら、ここはね、こういう墳丘です。かなり大きいですけどね。この石はちょっと違うね。どうやろう、昔の石じゃないやろね、これ。わからんけどね。こんなに高いんですよ、これ、これ。こんな高さがあるんですけどね。三幡山古墳。ちょっと、読みながらね、和歌山古墳とか書いてあったしね。三幡山古墳。ちょっと読みづらいけどね。これはすごい高いね。こんなんです。英文の方がね。うん、これはちょっと、なかなかよろしいですよ、この古墳は。ね。今日残ってます、これ、きれいにね。ずっと歩かしてくれるのかな。一瞬迷うよ。なかなかね、いい眺めですわ。これやっぱり180メートル大きいですね。最初は去年は200メートル以上が古墳言ってね、300メートル以上か、なんかそうなんですね。200メートル以上にして、50箇所ぐらい、50キロぐらいあるのかな。で、ほぼ見てしまったんでね、ほら、水残ってますやんか。これ、豪雨あったんやね、ほっていうことは。おお、豪雨あったんだ、これ。跡が残ってます。
おお、これもこの辺のね、豪族が言われるけど、分からんでね。よいしょ。こちらの方はもうあれかね、竹やぶかね。これ、竹やぶになってる。回れますよ、これ。ちょっと中上がってみたいですね、上ね。いや、バタバタ倒れてますね、木も、竹も。すごいことになってますわ。ほら、竹も。ね、全くね、なんか手が入ってないから、これもバタバタ倒れてますわ。倒れとるし、多すぎますね、竹がね、これね。間引きをしないと。これ国の施設になってるんでね、国の施設の割には全然これやってない、何にもやってないね。あの上から見るのは山が2つになってるんでね。ああなるほど、こういうことか。ちょっとわからないね、あの航空写真ではね。いや、これちょっとおかしいな、ここ。いやいや、ここちょっとおかしいな、これ。ここがおかしいんですけどね、これ。これ広場になってて、こっちの山がちょっとおかしいんやな。これやな、これ右上がらないからね。これね、右ちょっと上がってみようか。上上がるんちゃうかな、これ。いやー、上。ね、山本がすごい数。いや、これでええねんわ。これでいいんですわ。これでね、ここが、公園行くの方やからね、こっちがね。で、これがちょうどここが、馬乗せるとこらへんね、ここ。これこれ。これですわ、これ。あ、綺麗に残ってますわ。この考え方はね、こんな考え方やねん、これ。ね。豊富の方はこんなんやわ。さっきのはちょっとあまりにもおかしかったね。同じ高さになってたからね。こうで、こういう作り方が基本だよ。ぜひ、ぜひから。ぜひね。これでございます。ここに上がると、公園を踏むのね、大体ここに。ワークがあったんですけど、前はね。なんもないか。あ、ほんと、あとあるね、ここにね。高橋であれね。まだ大きいわ、やっぱり。頑張られてますよ。180メーター。今、こっちから、下ずっと歩いてるんですよ、下をね。ずっと歩いて。これは大きいわ。こんなんさ。公園群のマウンドの、あの広場だけでも、これは、直径で、4、50メートルありますね。ね、大きいですわ。で、ここから豊富の方に行った方がいいな。ここがなかなかね、長い風やろね。それでくれぐれやったから、3、4ヶ月ですよ、ここね。ここに来る予定が、組んでから来るまでにね。ちょっと時間かかったんだけど。こんなんですよ、これ、これ、これ。こういう感じがほとんどね、これが綺麗ですよ、これ。残ってますからね、ここね。この両幅がどれぐらいやろ。20メーター、25メーターぐらいあるかな。だから長さが180メーターあるんでね。緊張が。緊張だけでも、この上の山の分だけで、
ってますよ。あ、これは切れ方ね。綺麗でしたわ。あの航空写真で見てもね、わかりますよ、全くね、形がね。これは綺麗に写ってましたわ。あの写真ではね、ちょっとね、どうかなと思って。はい、残ってました。綺麗でさ、これ。あれが見えてるんだ、下の駐車場がね。あれ映ってんだよ。山の形がね、なんか変なことになってんだけど、これで見るとね、綺麗になってるんだけどね。ずっと回ってみたんですよ。よいしょ。これ。これは高いわ、ほんだもん、ほら。こんなんさ。で、問題では一個。どこから上がってきたんやろ。ああ、ぶれないね、これ。どこからか上がってきたんだけどね。あ、ちょっと待って、この辺越えられないかね。これは降りられませんな、これは。どっからいろ。はい。これは大きいでした。大きい5分でございましたよ。何にもないわね。案内板も何にも、あの、そこで道のとこをちょろっとね、あったんやけどね。この辺から降りれませんか。ここから降りれないか。降りる道がないです。崖やな、まあ、危ないな。遠くの方でございますね。おお、ここから行ける。おお、こうやったら大丈夫やろ。はい、ここへ遠く。うう、滑る滑る。おお、滑る滑る。滑る滑る。ああ、おお。よくね、ここにはよくね、こけとるからね。これで、これで。はい、売れた。売れましたね。あ、ここから登れたんだ。ここからね。もう一周回ったからね、これで。はい、一周回る人だね。はい、綺麗に残ってましたよ。これが三重県で一番大きい古墳でございます。ね、大阪の仁徳天皇殿なんか500メートルぐらいあるんですよね。だから530メートルだったかな。一回すだけで40分ぐらいだったかな。いや、聞いて残ってましたわ。木が枯れてしまってますからね。あ、ここに石碑があったんだ。これは見逃したな。あ、これ見たんか。見たけど昭和33年だってんな。これね、昭和33年から国の史跡になってるらしいよね。でこれがね、もうさっぱり読まれへんね。書いてあるんだけど、宮川山古墳、規模は180メーター、80メーターです。はいはい。こんなんですよ。
これ僕は工場になってます。よし、なんか解散しましょう。ほら、木がこれ倒れてる。はい、宮